大歓声が巻き起こりました。最後の高さが伺い切れます。フロリダ州ロッキー競馬場第72回菊花賞 D1 ファンファンスを迎えました。3000メートル戦、2008年にこのように掲揚を受けた高野菊花賞最後の戦いが今始まります。さあ、史上7頭目の日本に挑むテーブルを攻めるに収まって3分だよな。最後に東南マイン出身の芸術家の目指すを受けましょう。Amen.